取り次ぎを願う。上将にお目通りを。大事な用があるゆえ誰も通すなとのご命令です。これまで三度参上したが、いずれも門前払い。こちらも大事な用だと伝えてくれぬか。ご命令は絶対、背けば厳しく罰せられます。お伝えできませぬ。お帰りください。菅将軍、ご用ですか。取り次ぎを願う。文苑将軍にお目通りを。将軍は病にて伏せておいでです。お引き取りください。いかがでした。ダメだ。誰も会おうとしない。私を行かせたくないのだ。ならばどうなさいます。国別の辞として総上将宛に書状をしたためる。それを置いて行こう。尊権、出立の準備を。奥方様たちを馬車に乗せるのだ。よい。忘れるな。総上将から賜った金銀に玉、使用人もすべて残していくのだ。心得ました。どうかお許しください。上司をおいとまいたします。南門より報告です。関羽が馬車を伴い門を突破したと。関羽が去っていった。わしの元から去った。申し上げます。上将、関羽は関女抵抗の印象を張りにかけ、金銀玉使用人たちもすべて残してゆきました。加えてこれが。金銭では心を動かせん。感触でも志を変えられぬ。何をしても出立を阻むことはできなかった。かような者には天でさえ何もできぬわ。我が君、関羽は必ずや炎章のもとに身を寄せ、そうなれば炎章は翼を得た虎です。後の災いにならぬよう敵機に負わせ関羽を殺すのです。上将、兵を三千お与えください。関羽の首を討ち取ってまいります。西洋、そなたの力ではおそらく関羽を殺せまい。こうとなれば今さら悔やみ嘆き恨むよりは、
関羽に恩を着せておいた方がよかろう。テイク、ここに。城を出て関羽を見送る。はい。軍へ私を連れ戻しに来たのか。さようとあらば戻るのか。いや、戻りはせぬ。連れ戻しに来たわけではない。軍長、そなたが去ると知り、上将がわざわざ見送りにいらしたのだ。見よ。軍長よ、何故かように急ぐ。ああ、別れの酒を酌み交わすいとももあらぬか。上将、かつてお約束させていただきました。長兄の行方が分かり次第、いかに遠く離れていようとも会いに行かせていただくと、その行方が分かったのです。どうか急な出立をお許しください。約束をした以上、それをたがえることはできまい。軍長よ、紀州へは800里以上、道中は長く、風に吹かれ日にさらされるはず。ぜひともそなたに綿入れを授けたい。それで寒さをしのげよう。ああ、さあ軍長、羽織らせてやる。ありがたき幸せ。どうか馬を降りて礼を申し上げぬことをお許しください。さあ、これを。これにて失礼いたします。いつかまた会おう。心待ちにしておるぞ、雲長。我が君、なぜここまでなさるのです。今までお使い申し上げ、かようなお振る舞いは初めて。使えた年月が短いゆえだ。このような挫折感を味わったことがない。考えてみよう。人一人の心も従わせることかなわず、いかに天が治め民の心を掌握できよう。我が君、それは考えすぎでは。軍長が去っていったのは、ただひとえに劉備のため。劉備という人物がよくわかろう。
その昔、初めて劉備と出会い、語り合った。何を持てば乱世を鎮められるかと。わしは兵馬と剣謀だと言ったが、劉備は忠厚だと主張した。わしは笑った。時代遅れで子供じみていると。なれど今日の雲長を見て、劉備の恐ろしさを思い知ったわ。あ？劉備は袁紹よりも恐ろしい。劉備こそがわしのまことの敵であろう。なんで賢霊が役所の入り口に座ってる。どこから来たのか知らねえが、黒い顔した強盗がいきなり役所に押し入って、そのまま主人に収まっちまってます。これで賢霊を門番にしたのか。帳場係もさせているとか。なんと怖いもの知らずな。租税も朝廷に渡す分を自分の手元に残し、兵を募り馬を買うんだとさ。そりゃすごいな。帳場係、こいつらを裁くぞ。おい、申し開きをしてみろ。この俺が公正な裁きを下してやる。申し上げます。私は甲賀通りに住まう張さんと申す者。昨年の春、500銭この理事に貸しました。今日が期限でしたので、金を受け取りに行ったところ、金を返さないばかりか、いきなり私を殴ってきたのです。理事、こやつから金を借りたのか。借りました。ならなぜ返さん。返す金がないのです。金を借りたら必ず返す、それが道理だ。おい、はい、この者を引っ立てろ。無知30回だ。首かせもしろ。はい、はい、お許しください。はい、どうか、はい、お助けを。金は返して。張さん、あの理事も人、お前も人。え、理事にも拳があり、お前にも拳がある。なのになぜ殴り返さん。理事がいきなり殴りかかってきたのです。誰か、はい、こいつも引っ立てろ。むち打ち10回だ。はい、分かった。私は何も悪くありません。悪いのは全部あいつです。しかも力ではあいつにかないません。やられ同士でよくも訴えに来られたもの。なぜ殴り返さんのだ。まったく何とも腹が立つ野郎だ。こいつを連れて行け。10回上乗せだ。お待ちを。お願いです。おやめください。意気地なしめ。帳場係よ。はい。今の裁きはどうだ。まさに空前絶後の名裁きでございます。心から敬服いたします。お主、兄者たちの行方を探すために人を使わしたのだろう。何か分かったか。お言いつけの通り、東西南北あらゆる場所に人を使わし、消息を探らせております。それでどうした。まだ何も。何も、早く調べろ。悠長にしておるな。行方が分からぬままなら足をへし折るぞ。はい、承知いたしました。そっちのやつ、今のいいぞ。おい、お前、何してる。判決しろ。起きるよ、軟弱者。続けるのだ。将軍、手首が腫れてもうこれ以上打てません。手首ぐらい何だと申す。腕が折れても打ち続けるのだ。立て。よし、そうだ。いいぞ、続けろ。男は殴られて心配になるのだ。張将軍、遠方へ行った者が戻ってまいりました。下がれ。はい、はい、将軍。兄者見つかったか。将軍、甲賀の辺りまで参りましたが、劉備様と関羽様の行方は分かりませんでした。
この役立たず、連れて行け。鞭打ち10回だ。将軍、はい、終わって腹ごしらえをしたら、また探しに参れ。長将軍、長将軍、カウン様の消息をつかみました。え、それでどこにいるのだ。遠州まで参り、負傷兵から聞きつけました。総上将のもとに身を寄せたと。え、なんだと。でたらめを申すな。こいつは鞭打ちだ。はい、長将軍、長将軍、調べをつけたにもかかわらず、なぜ撃たれねばならないのですか。将軍、将軍、菅将軍の消息が分かりました。申せ。菅将軍は総上将に投降しました。バカ言うな。間違いはございません。菅将軍は投降したばかりか、総上将に手を貸し、炎将の大将、顔料、文州を殺す手柄まで立てたのです。総上将は朝廷に上奏し、菅将軍は官爵を授けられ、官樹抵抗に報じられました。上将から城内に大きな屋敷を与えられ、何不自由なく暮らしているそうです。やめろ。嘘800並べ寄ってからに。こいつをひったで鞭で撃て。はい、上将軍。容赦するな。おまっきり鞭で撃て。上将軍。カウン、カウアーと、この艦を守る甲州は相当な武力の持ち主だそうです。礼を尽くして頼むのだ。通してくれるよう、失礼。甲将軍はおられるか。艦樹抵抗艦が通行の許可を求める。私が甲州です。艦将軍はどちらへ行かれるおつもりか。総上将の許可を得て河北へ向かっている。兄と会うためぜひともここを通していただきたい。河北には上将の敵炎将がいる。河北へ行かれるのであれば上将のお出しになった手形をお持ちのはず。急ぎ出立したゆえ持ち合わせておらぬ。どうかご理解いただきたい。ハハハハ。カウン殿、お聞きなされよ。顔料と文集を打ち、貴殿の名は天下に轟いた。それこそが手形。どこの艦でも手形は無用なはず。恐縮いたす。すべてはこれ総上将のおかげ。甲将軍、通していただいてよろしいか。無論です。されど少々お待ちを。私が文書をしたため将軍にお渡しする。次の艦を通る際の面倒が省けましょう。感謝いたす。ここでお待ち申し上げよう。艦は手形を持っていない。奴が上将に背いたのは明白。皆の者、命令だ。すぐに用意しろ。艦を捕らえ、上将のため功を立てるのだ。将軍、艦は勇猛果敢な人物。炎将の大将であった顔料と文州でさえいとも簡単に討ち取りました。確かに。しかしこちらには500名の兵がおる。艦一人に何ができる。恐れるな。よい。艦、ここは通さぬ。私と上将のもとに行くのだ。甲州、狡猾な男め。だが殺めたくはない。ここを通してくれさえすればそれでよい。貴様の考えなどどうでもよい。行くぞ。
講習を切ったのはやむを得ず、そなたたちとは関係ない。急ぎ上昇に伝えろ。各関所に命令を下し、この関羽に便宜をと。分かったな。承知いたしました。申し上げます。関羽が高将軍を殺し、洛陽に向かっております。なぜ関羽が関所を通るのだ。河北に赴き、炎章に身を寄せるためです。高将軍は通行を拒否し殺されました。大使、どうか高将軍の仇をお取りください。関羽は手形を持っていません。手形もなく敵の元に行くというのか。万が一奴を通したら我々が上昇のお怒りを買ってしまう。大使、青龍円月刀の使い手関羽は3日で二人の大将を切り殺した強者、阻止はできません。ふん、怖いのか。いえ、しかしこのままでは太刀打ちできません。故に伏兵を置きましょう。補給所を配置し、待ち伏せさせて関羽を殺すのです。よし、すぐに準備しろ。ぎゅっ。奉霊官の講師を切った。そなたを殺めたくはない。関羽よ、私では叶わぬことは分かっている。だが私は命を懸けてこの関羽を守る。投資はしない。そうか、よかろう。かかってこい。三手譲ろう。三手終わり、次は四手目だ。それがどうした。そなたを殺めたくはない。武器を変えてもう一度だ。カウだ、カウが来たぞ。将軍、兵が潜っています。不平など怖くはない。お主に勝ち目はないぞ。馬から降りて投降するのだ。やめたくはない。缶を開けろ。開けろ、開けろ。急げ、ついていくのだ。早く。将軍、お二人ともお休みになられました。奥方様たちは何か言われたか。このように関所関所強引に突破されていたら、お体が持たないのではないかと心配なさっています。将軍、ここから紀州までまだ500里以上、間には10カ所以上の関所があります。ここで何日か休み、曹操の通行手形が届いてから出立いたしましょう。そのために何かことが起こることの方が心配だ。万が一曹操が考え直し、手形を出さず精鋭の兵士や将軍を使わしてきたら一体どうなる。お二人が危険だ。関所を破る方がいい。次の関所は、次は汽水艦です。艦を守るは便器という流星槌の使い手で、将兵はおよそ800。そなたも早く休め。
夜が明けたら出立する。漢寿帝国漢将軍でいらっしゃるか。いかにも。治水官の少領弁喜と申す。お初にお目にかかる。私は道を急いでいたゆえ、総上将から手形をいただいておらぬ。存じております。東霊館の将軍甲州、洛陽館の将軍官福には容易には通してもらえなかった。すべて存じ上げている。その両者が殺されてしまったことも。しからば何故貴殿は迎えてくれる。漢将軍のお名前は天下を震わせておいでだ。私もお慕いしております。私は呂布の配下だった。早々に帰順したはよいが、邪険にされるばかり。ここも捨てたいと考えていたところです。失礼いたした。漢将軍、どうぞこちらへ。感謝する。ご覧を、あの山、越えれば勝州です。さらに北に30里行けば海首都。そこから船で渡れば袁紹の河北に入ります。案内、かたじけない。ではこれにて失礼する。お待ちを。ご覧ください、あの寺は鎮国寺。不浄という徳の高い住職がおり、将軍にぜひとも会いたいと申しておりましてな。邪魔はしたくない。不安もあるゆえ先を急がせていただく。しかし日が沈むまではもうあとわずか。今日中には勝州にはつけませぬ。寺で一晩お休みになられては。将軍はともかく、奥方様たちはさぞお疲れのはず。無論お決めになるのは菅将軍であるが。数百里を全速力で駆け抜けてきた。確かに奥方様たちもお疲れであろう。今宵は寺で休ませていただく。しからばすぐ寺に伝えよう。さあ菅将軍。それでは。菅将軍。不浄と申します。お待ちしておりました。お初にお目にかかります。菅将軍がお通りと聞き、嬉しく思っておりました。寺の三つのお部屋をご用意しました。素飯も用意してあります。どうぞ入っておくつろぎください。中でゆっくりお話しいたしましょう。ありがとうございます大師。奥方様たちを休ませていただいても。将軍の馬車を裏へ回しなさい。はい、はい、こちらへどうぞ。失礼する。大師、感謝します。先に奥方様たちに茶をいただけると嬉しいのですが。すでに差し上げました。それはかたじけない。将軍のご出身は加藤海良と伺った。祖父は保東におりました。保東村には北から南に流れる清水河があります。将軍のお住まいは川の東ですかな、それとも西。川の西におりました。なぜ清水河をご存知なのですか。愚僧の住まいは川の東でした。将軍のお住まいとは小さな川を隔てるだけ。ああ、同郷で
荒らせられましたか。それは光栄の極みです。ああ、私こそ故郷から将軍のような英雄が出たことが実に喜ばしい限り。大使、将軍を報道にお連れします。承知いたしました。将軍、どうぞ。はい、大使どうぞ。弁将軍、菅将軍もどうぞ。将軍、お座りください。弁慶、乱を起こすのか。聖なる場所を血で汚すことになるのだぞ。皆の者、かかれ！様のおかげです。とても堅固なお部屋でした。外から一切手出しはできません。大使、報道を汚したことをお許し願う。奥方様たちに万が一のことがあったら我が命で償うほかありませんでした。将軍が忠義の師であることはよく存じております。この間、大師の天高きご幸運に必ずや報いたく存じます。これまで長く生きてきたが、将軍のような英雄にお目にかかったことはない。龍皇叔のもとに赴き天下を救うのです。ありがとうございます。将軍、将軍、ご覧ください。私まだ黄河を渡れば炎章の領地だ。そうです。じゃあついてまれ。知っているか。聞いたことがある。曹操殿の配下に兄弟の大将がいるとな。兄は加工と弟は加工園、貴殿がどちらかは知らぬ。俺は加工とんだ。俺のことを知っているなら馬を降り投降しろ。そなたの腕はどうなのだ。私は3日のうちに炎章の大将2人を切ったのだぞ。官僚文集など大した玉ではない。ちっぽけなネズミと変わらぬものども。あやつらを殺したのは失敗だったな。
お前が奴らを切ったと耳にし、腕がムズムズしてきたのだ。お前と競ってみたくてな。愚か者め、生意気な口を聞きよって。噛むよ。心配せんでもよい。部下には命じてある。手合わせの間は一切手出しをせぬようにと。一対一の勝負だ。行くぞ。いえ、上将は関羽殿が行く先々で止められることを案じられ、この書簡を届けるようお命じになりました。私を通してくださるかな。へっ、上将はご存知か。関羽が道中将兵を切ったことを。俺も何人か部下を殺された。それはご存知ありませぬ。上将がご存知ないとあらば、この俺が関羽を生け捕り送り届け、処罰を下していただく。見逃しなさい。へっ、逆にそなたを殺めてくれる。の将兵を殺めてきたことを。上将はすでにご承知。自分が手形を渡すのを忘れたのだから、関羽を責めぬようにと。何、まさか。ありがたい。貴殿の腕前は相当なもの。貴殿の槍さばきも見事だ。加えて運も強いらしい。運長、急がれよ。行こう。関羽が感謝していたとお伝えください。またいつか会おう。て、うん、将軍、ここから80里行けば魚南郡、そこを過ぎれば紀州の主婦で、我が君はそこにいらっしゃるかと。ならば3日の後には兄上と再会できるであろう。天皇将軍長角だ。すぐさま馬を降りろ。この野郎、俺の名を語りやがって。
やるな。そなた一体何者だ。